真空波動圏とは、黒波製作所が開発、リリースする、Windows 用、メディアプレイヤー。Windows メディアプレイヤー9以降のフロントエンドと、称しており、9以降のコンポーネントを使用する。そのため、9以降互換のコーデックさえあれば、どのような形式のファイルでも再生できる。メディアファイルの詳細な情報を表示できる。コーデックを利用せずに独自に解析しているため、 必要なコーデックが不明な場合でもそれを知ることができる。プレイリスト機能があり、音楽再生用として常用に耐える機能も持っている。ツイッター上に曲情報をツイートする機能がある。この種のメディアプレイヤーとしては珍しく、任意の区間を繰り返し再生することも可能で、記録した映像の確認などの用途にも向いている。もちろん、再生速度も変更できる。 Windows Media Player 9以降のコンポーネントを使用しているため、対応 OS は Windows 2000以降となる。ありがとうございます。